それでは、読売ジャイアンツ対広島東洋カープ第10
一緒に何とかセーフになるようになってたんで、セーフになってよかったです。そしてスライディングでホームに行きましたが、リプレイ検証がありましたね。あの時はどの時もしてたら、頼むと思いました。電車賃が下がるし、戻ってきたら。